ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、熊の実って知っているか？知ってる、アニメにも出てくるし、水族館にもよくいるし。有名な魚だよね、可愛いし、ペットショップにもいるよね。かなりメジャーな魚で、ペットとして飼育している人も多い海水魚だな。じゃあ、その熊の実について、どんな種類がいるとか、どんなところに住んでいるとか、どのくらい知っているかな？そう言われると全然知らないかも。よし、じゃあ今日は熊の実の謎について、詳しく迫っていこうじゃないか。わーい、楽しみ。それではゆっくりしていってね。海のアイドル、熊の実の仲間の謎に迫る。その1、熊の実とは、基本情報。まずは、熊の実の仲間の基本的な話をしていこう。はい、熊の実は何の仲間になるの？熊の実は、魚類分類学ではスズメダイ科の熊の実アカに属しているぞ。スズメダイの仲間なんだ。スズメダイって、ダイビングの本とか見ると、割とよく載ってるけど、たくさん種類がいるんだよね。スズメダイの仲間は、約300種を超える大きなグループなんだ。ちなみにその中の約 70% の種は、インド洋から西部太平洋の海域に生息している。ってことは、比較的暖かいところに住んでいるのかな？スズメダイ科の中にある、熊の実アカは、現在では熊の実属が27種、プレムナス属が1種と分かれているんだ。2属28種ってわけか。どの種類も、体長約10センチ程度の小柄な魚だな。そして、どれもイソギンチャクの仲間と共生していて、性転換をするっていう特徴があるんだ。え？何それ？性転換？これについてはまた後で詳しく説明していこう。ワクワク。ただ、熊の実の仲間の分類については、研究者によっても見解が様々な部分もあるみたいで、サンゴ礁にいる魚類の中で、熊の実の仲間が一番分類学者を悩ませる種類だ、と言っている研究者もいるそうだ。そうなの？どうしてだろう？どうやら、さっき説明したプレムナス属の熊の実を、研究者によっては独立した属とみなさなかったり、あとはシノニムと呼ばれるどうもの異名の個体が多くいたりするみたいだ。シノニム？どういうこと？同じ生き物に対して、複数の名前がついている場合があるってことだよ。そうなのか。ややこしいな。あとは、熊の実の仲間は色彩変異が激しくて、さらに形質も違う場合があるんだ。地域によって同じ種類でも、色や体の大きさ、模様や背びれの棘数なんかが違う場合もあるみたいだ。そりゃ分類が難しいわけだ。あとは、雑種も簡単に生まれるんだ。なんだって？別の種類の熊の実同士でも繁殖することは可能で、その雑種の熊の実の赤ちゃんがどんな風に成長するのか、模様や形質はどうなるのか、そういった研究もされているようだ。へえ、なんだか余計ややこしい。これからの時代は DNA を使っての研究が主流になってくるんだろうな。DNA を比較することによって、個体群間の違いを見たり、遺伝学的な観点からも分類するようになってきているみたいだな。へえ、技術の進歩ってすごいね。今度は、熊の実の仲間がどんなところに住んでいるのか、という話をしよう。うん、さっき、暖かい海ってのは聞いたよ。スズメダイ科の魚類は、世界中の熱帯から温帯の海に広く分布する。でも、スズメダイ科の中の熊の実の仲間は、そんなに広く分布しているわけではないんだ。そうなんだ。熊の実の仲間の分布域は、世界的に見ると、東はポリネシア南西部、西は東アフリカ海岸、紅海の赤羽湾まで、南はオーストラリアの東海岸、北は日本の房総半島までって感じだな。じゃあ、ハワイとかではクマの実は見られないの？他のスズメダイの仲間はもっと広く分布しているのに、どうしてクマの実の仲間は限定的なんだろう？いいところに気がついたな。ビーチリゾートで有名なハワイとか、カリブ海、地中海なんかでは、実はクマの実は見られないんだ。これについては諸説あるみたいだけど、共生しているイソギンチャク類が、分布しているところに限られているという説があるけど、実際にはイソギンチャクがいる海域にクマの実がいない場合もあるし、水槽内で宿主とは違うイソギンチャクを一緒に飼育してみても、すぐに環境に適応するみたいなんだ。だから、一概にイソギンチャクとセットで分布しているというのも言えないみたいだな。じゃあなんでだろうね。もう一つの説として、卵から孵化した後の潮の浮遊期間の問題が考えられるようだ。浮遊期間？流される期間ってこと？熊の実の赤ちゃんは、孵化した後12日前後浮遊生活を送るんだ。この期間は、他の魚の孵化潮に比べるとかなり短いんだ。ふむふむ。流される期間が短いから、幅広い生息環境には、ならなかったんじゃないか？という説もある。
あとは、海流の流れの関係で、ハワイには行かなかった、とも考えられているぞ。なるほど。その説も納得できるね。あとは、さっき熊の実の仲間は、同じ種類でも生息している地域によって、色や形態が違う場合があるって話したよな。うん、気候変異ってやつだよね。これも、海流の流れが関係している可能性が考えられているんだ。どういうこと？この、熊の実の気候変異については、生態学的に見た違いと、遺伝子レベルで見た違いがあると思うんだけど、どちらで見ても、地域によって異なったグループがあることがわかっているんだ。ふむふむ。なんでそうなったかっていう話だけど、さっきも言ったように海流が関係している可能性がある。うん。周囲に強い海流がある場合、その強い流れと、もともとそこに停滞している水塊がぶつかって、海流の一部が逆流して、渦を作るという現象が起きることがあるんだ。この渦は、ジャイロって呼ばれたりするんだけど、このジャイロによって、海岸から流れた海水が、再びその島へと戻っていくってわけだ。つまり生まれた熊の実の赤ちゃんは、海流に乗って流されるけど、この逆流してできた渦に、巻き込まれてまた生まれ故郷に戻ってくるってこと？その通り。だから、別の場所から遺伝子の侵入も少なく、その地域ごとに進化していったため、地域変異があるのではないか、って考えている研究者もいるみたいだぞ。だから、他のスズメダイの仲間に比べて、分布域が狭いのかもしれないね。これも、クマの実の仲間の分布域が限られている要因の一つと考えられるな。実際に、日本では奄美大島とか、鹿児島とか、三宅島なんかでは、新しく孵化した潮のほとんどが、自分が生まれた島に、戻ってきているみたいだぞ。そっか、なんか、地元に帰ってきました、って感じでいいね。次は熊の実の性転換について話そう。待ってました。実は、熊の実の仲間は、性転換する魚なんだ。人間にとっちゃ、性転換って言っても馴染みがないことだけど、魚の世界では実はそんなに珍しいことじゃないんだ。そうなんだ。なんか信じられない。体の作りまで変わっちゃうってことでしょ？一大事じゃん。性転換する魚は、ベラの仲間とか、ブダイの仲間、ハタの仲間、巾着ダイの仲間などがいるんだけど、今言った種類は大抵がメスからオスへと性転換するんだ。それに対してクマの実の仲間はその逆で、オスからメスへと性転換するんだ。へえ、種類によって、オスからメスなのか、メスからオスなのか違うんだね。ちなみに、日本に生息しているクマの実の仲間は、性転換するとともに体色もちょっと変わる場合もあるんだ。例えばクマの実では、オスの尾びれはオレンジ色なんだけど、メスの尾びれは白っぽい。オスからメスへと性転換したばかりの個体だと、尾の付け根が灰色だったりすることもあるようだ。面白いね。で、どんなタイミングで性転換するんだろう？性転換が起こるタイミングは、種類によって違うんだけど、魚たちの暮らしている環境や社会生活の中にきっかけがあることがほとんどだ。魚の社会生活？具体的にどういうことなんだろう？クマの実の仲間の場合は、一つのイソギンチャクに住む個体の中で、一番大きくて強い個体がメスになるんだ。グループの中で大きいのから順位がついているってこと？そういうことだな。だから、もしこの一番大きなメスが死んでしまったり、そのイソギンチャクの中からいなくなってしまった場合、その次に大きかったオスが1位になって、メスへと性転換するんだ。なるほど。体の機能もメスからオスになるんだよね。生殖腺の機能も、オスとしての精巣部分が退化して、メスとしての卵巣部分が成熟していくんだ。うわぁ、すごいな。つまり、小さい頃はオスとメスのどっちもの機能を持っているってこと？そういうことになるな。クマの実の幼魚とか、成熟してない頃、またはオスとして成熟している頃は、精巣と卵巣と両方の機能がある、生殖腺を持っていることになるな。わお、人間じゃ考えられないね。ちなみに、クマの実の仲間は、一つのイソギンチャクの中で繁殖できるのは、一番大きなメスと、その次のオスだけなんだ。二番目に大きな個体、つまりオスの個体は、自分よりも小さな個体を攻撃して、成長しないように阻止するんだ。そうなの？ひどい。だから、一つのイソギンチャクの中では、三番目以降のクマの実は、繁殖に参加できないし、オスとしても成熟できないんだ。つまり、ずっと未成熟ってこと？そういうことになるな。ある研究では、4から5歳になっても、未成熟のままっていう個体もいるみたいだぞ。うわぁ、なんかかわいそう。まあ、それが厳しい自然界ってことよ。そっか。ちょっと待って。今の性転換の話だとさ、
あのアニメの話っておかしくない？気がついたか？まああくまでファンタジーの世界だからな。生物学的に見ると、熊の実のお母さんがいなくなってしまったら、お父さんが子育てをしたり、行方不明の息子を探しに行ったりすることはなくて、お父さんがお母さんに性転換するってのが正解だな。なんか、リアルっていうかなんていうか。まああくまで生物学的には、って話だから。アニメはアニメとしてストーリーを楽しむのが一番だぞ。確かに。次は、クマの実の仲間の繁殖について話をしよう。クマの実の赤ちゃんの話か。クマの実を含む、スズメダイの仲間は、死んだサンゴや岩などの硬い基質の上に、粘着性のある卵を産みつけるんだ。メスが卵を産んで、オスが卵のそばにいて外敵から身を守っているんだ。そして、オスが胸びれを使って酸素の豊富な新鮮な海水を、卵に送っているんだぞ。おお、イクメン。繁殖行動はどんな感じなの？まず、メスの腹部が卵で膨らんでくるんだ。この時点では卵は無精卵ってことだよね。メスのお腹が膨らんでくると、オスは卵の産卵床になる岩や石の表面を掃除するんだ。赤ちゃんを迎える準備をしているんだね。口で岩についている海藻とか、付着生物を取り除くんだ。半日くらい掃除したら、今度はメスも一緒にくっついて掃除をするぞ。かわいい。産卵のタイミングが近づいてきたら、メスは産卵床の周りを、くるくる泳ぎ回りながら産んでいくんだ。この時、卵同士が重なってしまうと、新鮮な海水が届かなくて、酸素が行き渡らなくなっちゃうから、重ならないように、一層になるように産みつけていくんだぞ。へえ、卵の産み方も気を使っているんだね。オスは、少し離れて待っていて、メスが止まったタイミングで、卵に精子をかけて受精させるんだ。一回の産卵で何個くらいの卵を産むんだろう？種類や地域によっても若干異なるけど、体の大きなメスでは、だいたい一回に400個くらいの卵を産むぞ。そんなにたくさん、すごいね。産卵は、1年を通してだいたい1ヶ月に1回の頻度で行われるんだ。そのタイミングって決まっていたりするの？産卵のタイミングは、潮の満ち引きと関係している。大潮、つまり満月の少し前に産卵のピークを迎え、満月の少し後に孵化のピークを迎えるんだ。どうして？孵化した赤ちゃんクマの実は、孵化するとすぐに、水面の明るい方に向かって泳いでいくんだ。これは、走行性といって、生き物が明るい方に集まっていく行動のことを言うんだけど、満月のタイミングで孵化することによって、より水面が明るくなって、赤ちゃんたちが水面に集まりやすくなっていると考えられているぞ。なるほど、すごいね、よくできてる。さっき産卵の話をしたけど、今度はクマの実の夫婦の話をしよう。夫婦の話？クマの実は、基本的に同じ相手と生涯を過ごす、一夫一妻制の魚なんだ。これは、ペンギンとか他の鳥類ではよくあることなんだけど、魚類の中ではなかなか珍しいぞ。そうなんだ、なんか素敵。ある研究によると、ペアになっているクマの実カップルのところに、オスが入ってきた場合、カップルのオスの方は、侵入してきたオスに攻撃をするらしい。けど、侵入してきたのがメスの場合は、あまり興味を示さなかったらしいぞ。メスを取られると思って攻撃したのかな？そうだな。面白いね。次は、クマの実とイソギンチャクの関係についての話をしよう。イソギンチャクはクマの実のお家なんだよね？クマの実とイソギンチャクは、共生関係にあるぞ。お互いにメリットがあるってことだよね？クマの実類がお家にしているイソギンチャクは、全部で約10種類だ。このイソギンチャクたちは、触手の中に刺胞という毒針を持っているんだ。でもさ、毒針があるのにどうしてクマの実たちは平気なんだろう？いいところに気がついたな。実は、クマの実の仲間は、イソギンチャクの刺胞で傷つかないような工夫をしているんだ。これには諸説あるんだけど、まず一つは、クマの実がイソギンチャクに近づいて、ヒレやお腹、口でイソギンチャクに何回も触れることで、徐々に刺胞に対する耐性をゲットしている、という説だ。実際に、飼育下での実験でも、何回もイソギンチャクに触れることで、だんだんと傷つかなくなっているみたいだぞ。これは、クマの実の体表を覆う粘液に、何らかの防護作用があると考えられているみたいだ。なるほど。最初は傷つくけど、少しずつ触っていくことで大丈夫になっているってことか。もう一説は、イソギンチャクから出ている粘液で、自分の体を覆うことによってイソギンチャクの刺胞から、身を守っているという説だ。イソギンチャクも、自分の粘液がついている魚なら、攻撃しないっていう考えだな。ああなるほど。そっちのが説得力ある気もするな。
この2説については、きっとどちらも正解なんじゃないか、と今は考えられているぞ。そっか。両方の要素で、イソギンチャクから身を守っているってことなんだね。強制ってさっき言ったけど、お互いにどんなメリットがあるのか話をしていこう。うん。まず、クマノミの方だけど、クマノミたちは、四方のあるイソギンチャクの中で生活することによって、外敵から身を守ることができるよな。それはかなりのメリットだね。イソギンチャクのお家がなかったら、海の中でクマノミたちは、すぐに食べられてしまうからな。さらに、クマノミたちはイソギンチャクの触手の、影になるような岩場やサンゴに卵を産みつけるから、卵もイソギンチャクに守ってもらうことができるんだ。なるほど、それは素晴らしい。じゃあ、イソギンチャクにはどんなメリットがあるの？クマノミが食べた餌のカスを、イソギンチャクが食べている。という説もあるみたいだけど、水槽内での観察においては、そういう行動は確認されていないみたいだな。そうなんだ。じゃあ、何のメリットがあるんだろう？実は、クマノミの仲間はイソギンチャクを外敵から守る行動を見せるらしいぞ。どういうこと？チョウハンとか、トゲチョウチョウオとか、イソギンチャクの触手を餌にしている魚がいるのは知っているか？知らなかったけど、そういうやつもいるだろうね。そういった魚たちが、イソギンチャクを食べに来た時、クマノミは縄張りを守ろうとして激しく攻撃するらしい。それによって、イソギンチャクも外敵から身を守ってもらっているってことになるんだ。なるほど。あとは、クマノミたちがイソギンチャクの中を移動することで、新鮮な海水を補給して、イソギンチャクが持っている、褐虫藻の光合成をしやすくしているんじゃないか、という説もある。なるほどね。いずれにせよ、お互いにメリットがある共生関係にあるんだね。クマノミとイソギンチャクの関係の話をしたけど、実はクマノミとイソギンチャクの関係には、特異性があるみたいだ。特異性？つまり、イソギンチャクの好き嫌いがあるってことだ。そうなの、何でもいいってわけじゃないんだ。これについては、まだまだ研究途中のことが多くあるみたいなんだけど、クマノミとイソギンチャクの関係は、生き物としての科学的な要素よりも、生息地だったり環境といった、生態的要素の方が、強いと考えられているようだぞ。どういうこと？例えば、トウアカクマノミは砂地を好んで生活しているから、イソギンチャクも砂地にいるイソギンチャクになってくるよな。まあそうだね。そういった、環境的要素によって、それぞれの種に合ったイソギンチャクに、住んでいるんではないかってことだ。そっか。お互いが暮らしやすい環境がマッチしているのか。でも、研究者によっては、四方の毒針に対する、免疫対策を持ったクマノミの粘液が、特定のイソギンチャクにしか対応していないから、宿主にするイソギンチャクを選んでいるんじゃないかって、考える人もいるみたいだ。ああ、なるほど。なんか難しいね。けど、例えばハマクマノミは、玉頂きイソギンチャクにしか、いないって言われているんだけど、緊急的に逃げる時とかに、近くにあったシライトイソギンチャクに隠れた、っていう例があったりだとか。そう考えると、さっきの説明とは違ってくるね。まあ実際ハマクマノミは、基本的には玉頂きイソギンチャクにいるんだけど、それ以外じゃ絶対にダメなのかっていうとそうでもないのかもしれない。どうなんだろう。このあたりについてはまだまだ研究や観察が必要なようだな。そっか。海のアイドル、クマノミの仲間の謎に迫る。その2、日本で見られるクマノミ。次は日本で見られるクマノミの仲間を紹介しよう。見に行きたい。日本で観察できるクマノミの仲間は、全部で6種類だ。じゃあ、その6種を順番に紹介していこう。6種類もいるんだ。まずは、隠れクマノミだ。一番有名なあれじゃん。体は明るいオレンジ色で、3本の黄体があって、中央の白い帯が少し前に膨らんでいるのが特徴だ。ちなみに、この帯の幅とか、体の色は、結構個体差があるみたいだぞ。中には帯を除いて体全体が黒っぽい個体も観察されているらしい。かわいいよねー。日本では奄美大島なんで普通に見られる種類だ。ダイビングでもよく観察されるから、人気の高い種類だな。個人的にも、クマノミの仲間では隠れクマノミが一番可愛いと思うぞ。確かに。次はクマノミだ。クマノミは、隠れクマノミよりも少し暗いオレンジ色。もしくは黒っぽい色で、体に3本か2本の、白い帯状の模様があるのが特徴だ。尾びれのところの白い模様はわかりにくいことも多いから、基本的には2本の帯のように見えるぞ。隠れクマノミとはちょっと帯の感じも違うね。日本では千葉県以南で見ることができる種類だぞ。
これも、比較的簡単に見つけることができるぞ。次はハマクマノミだ。目の後ろのところに、黒く縁取られた一本の帯があるのが特徴だ。体全体は少し暗いオレンジ色だぞ。トカラ列島以南の西部太平洋に分布しているぞ。さっき紹介した2種に比べるとだいぶ南の方に分布しているな。他の2種とは帯の数が違うんだね。基本的にダイビングで人気なクマノミは今挙げた3種なんだけど、ダイバーたちの中で見分けるときに、この帯の数で、1ハマ、2クマ、3隠れと語呂合わせで覚えているダイバーも多いみたいだぞ。わかりやすい。次は花びらクマノミだ。体はピンクがかった綺麗なオレンジ色で、隠ひれは淡い白、または透明だ。目の後ろあたりと、背中に白い筋が入っているのが特徴だ。なんだか本当の花びらみたいで可愛いね。花びらクマノミは、日本では南西諸島の浅いリーフでよく見ることができるぞ。次はセジロクマノミだ。体は綺麗な黄色がかったオレンジ色で、背中に綺麗な白い筋があるのが特徴だ。目の後ろに筋はないのと、体の色合いが違うことで、花びらクマノミと見分けることができるぞ。ほんとだ。パッと見花びらクマノミとよく似ているけど、模様と色が違うね。日本では奄美大島以南で見られる種類だ。だから、あんまり一般的にダイビングで見られるっていうわけではないかな。そうなんだ。次はトウアカクマノミだ。最大で12センチ程度まで大きくなる。他のクマノミの仲間と比べると大型のクマノミだ。体の色は濃い褐色で、幅の広い白い模様が目の後ろと、体の中央の上の方にあるのが特徴だ。他のクマノミとは模様の入り方が違っているな。ほんとだ。なんだかパンダみたい。尾びれの部分が黒いのも特徴の一つだな。トウアカクマノミは、日本では沖縄県以南で見られるぞ。ちなみにここが、トウアカクマノミの生息地の北限らしいぞ。そうなんだ。海のアイドル、クマノミの仲間の謎に迫る。その3、クマノミの仲間を飼育してみよう。可愛いから飼いたい。よく出回っている種は、やっぱり人気の隠れクマノミだ。隠れクマノミは、一般的なペットショップに売っているものは、国内で繁殖させたものと、野生で捕獲されたものがいるんだけど、だいたい1000円程度で買うことができるぞ。そうなんだ。ちなみに、国内で繁殖した個体の方が、もともと水槽に慣れているから、飼育がしやすいと言われているぞ。なるほどねー。隠れクマノミは、そんなに攻撃的な性格でもなく、比較的飼いやすい海水魚だな。ちなみに、水槽の中では外敵もいないから、無理にイソギンチャクと一緒に飼育しなくても大丈夫だ。そうなの？むしろ、イソギンチャクと一緒に飼育して、イソギンチャクが弱ってしまったら、一気に水質が悪化して全滅してしまったりすることもある。だから、最初のうちは隠れクマノミ単独で飼育することがおすすめだ。確かに、イソギンチャクの粘液とか、水質管理が大変そう。水温はだいたい26度くらいで、下に3、5歴とかを引いてあげるといいかもな。ペアでうまく飼育できたら、産卵する可能性もあるぞ。赤ちゃん育ててみたい。繁殖を目指すなら、隠れクマノミ以外の魚を一緒に飼育せず、ペアだけで水槽に入れるのがいいと思うぞ。基本的に隠れクマノミは、イソギンチャクの陰に隠れた。岩などに卵を産みつけるけど、安心した水槽環境ができれば、イソギンチャクがなくても産卵してくれる場合もあるぞ。よく調べてチャレンジしてみよう。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。